セットしててもしてなくても500ゲームくらいまでには最悪天井が来るだろうと台を渡り歩くという戦法を取ってみたいと思います。毎日全体リセットなんじゃねえかなって気にしますけど、もしかすると空き台全部打ってもいいぐらいのレベルなのかもしれない。朝一1回当たってない台は2台目でございます。これ裏手行ってるね、おそらく。粘んなきゃ粘んなきゃじゃない、これ3台目に取り掛かります。すごい偶然、1揃いじゃないですか。データカウンター見てよ、111ですよ。私誕生日1月11ですから、すごいですねこれ、神のおぼし飯じゃないですか。では4台目ですかね、行ってみます。ラストチャンスの4回目までに引きも溜まってると思うんで、ね、その引きを爆発させたいですね。おお、引いたか、ついに令和初ゴッドかもしれません。全然違う、うわー、これ外れるだろうねー。ただお前暇そうだったからちょっと盛り上げてやったよって感じでしたね。ハマってばっかじゃ退屈だろ、優しさだな大の。いや、頑張って積み上げてきたものが1回のハマりというか1回当たるまでにそれはなくなりますね。うんともすんとも言わないんで、これチャンス役をいくら引こうが、まあ一番世の中にある設定ではないかと思います。ようやく上がってきたみたいですけど、さあ510到達です。ここからどう動くか、ダメだな。さあ半分だ、あと半分だ。天井狙いしてんだから、まあ天井で当たってくれた方がいいのかなと思うよ。さあ追加投資に突入です。おーし、来た、ほら来たぞ、俺にも来た。これはもういただいたでしょうきっと。よし、久々だ、久々に来ましたけど、650ゲームか、どうなのか。3万8000円、651ゲームまだ1時半ぐらいです。いける、初めてだなこの番組でゴッド。かなり久々ですね、ゴッド引いたの。いつぶりだろう。凱旋ハーデス打つこと自体も、まあ、減ってはいるとはいえ、本当に最後に引いたの多分5月か、いや4月か。3月か4月だと。さあ、初回終わり。いや少ないね。2台目の3セットで1100枚ぐらい取れたからね。
この煽りが今来てる感じです。いけませんね。もう1セット半しか残ってないよ。何も起こりそうな雰囲気がない。まずいです。上乗せすら1個もしないしね。今日1個もしないよ。6セットぐらいは消化してんのかな。5セットか。5セット消化して、このままいくと10セット消化して上乗せゼロっていうことになるのか。このままでは さあここで終わるのか。次のセットで多分終わるだろうな。ロットでループなんてほぼしないもんね。予想通り。さあモードも良くなさそうなんで、このタイトはおさらばですね。残念ながらダメだ。ちょっと台を見てくる。当たってない台は1台あるね。確かに怖い怖いよ、ハギちゃん。さあ5台目でございます。これは前日別に深くハマってやめてないんですけども、おそらく今日はなのか今日もなのか、前代リセットだろうということで、唯一まだ当たっていない台ですね。なの で100ゲームぐらい回されてるんで、900ゲーム回したら当たるだろうと。おそらくね、今日14台あって1000ゲーム朝超えてる台が1台もないですね。まあ、大半がその1000ゲーム行く前に当たってるんですけど、一番ハマってる台でも1000ゲーム、まあ、それが2台か3台かっていう感じですね。なんでまあまあおそらく前日前々日と同じく前代リセット、まあ、もしかしたらもう毎日前リセが当然お約束のようなお店なのかもしれませんけどね。そうであることを願って回します。遅れた遅れたよ。モードが良さそうな感じはしなかったから消えるかも。ああ消えない。2発目か。遅れゴッドなんてすごいレアだけど。ああモードしさでした。中止的なことで言いますと、今1900枚使ってます。で、ゴッド揃い分なん で回して戻ってこっちに来てきてなんで、起きた時点でおそらく1300枚から1350枚ぐらいだったと思う。なので移動してきた時点では500枚、500、600枚マイナスですかねっていう状況で、今どんどん減ってると。まあ、最悪その1000ゲームの天井行っても、自分で900ゲームぐらい回すので1万ぐらいかな、行っても1万円ぐらいで追加投資済むと思います。まあ、総投資はとりあえず当たるまではおそらく5万円まででしょうと想定されます。さあ追加投資残り200ぐ
60ゲームぐらいのところで追加投資で、まあ、1万円ちょっと使うか。これで連チャンしなかったらまた今日も5万負けとかになるわけですよ。そしたらもう万枚とかになっちゃうんじゃない、マイナスが。この企画1回平均2000枚とか負けてることになるよ。いやー過酷ですな。さあ900ゲームが迫ってきました。1500天井ではないことを祈りたい。どうしよう、たまたまみんな1000ゲームぐらいで当ててるっていう変な引きの持ち主の集まりだったら。はい、900ゲームでございます。まあ、ペナルティー2回食らってることを考えると1000、6、7、8くらい回せば大丈夫かな。リセットされてればね、天井到達すると思います。そこまで回せば。さあ残り50切りましたよ。5台目にして到達するんでしょうか、天井に。これでもし行かなかったらな、前日138だから、まあ、1000ちょっとでそれに気づくとしたら1150だから350ぐらい回さなきゃいけない。1000ゲームで来るって勝手に決めてた後の350ゲームは結構答えますね。結構答えるよ。お金も1万5000、6000ぐらい使うのかな。結構答えますね、それはね。さあ、ゲーム数カウンター上は次のレバーで1000ですね。これで1000だけど、おそらくペナーをしてるんで、食らってるんで、あと5、6ゲームあると思います。実際は、いや、でもなんか始まってるっぽいな。消灯もしてますね。大丈夫だろう、おそらくリセット天井だろう。ほえー、本当に大丈夫かよ。なんか結構静かだぞ。リセットじゃないんじゃないのこれ。じゃあなんであんな1000ゲーム付近で当たる台バンバン出てきてんだよ、毎日のように。あ、大丈夫だと思う、大丈夫だと思う、思いたい。うー、3だー。1021、追加1万2000円なんでちょうど5万円使いましたね。あー、白。まあ、通常以上のものになかったから白なのかもしれない。ストックあるけど、やばそうだな。反発の匂いがプンプンするぞ。396枚も取れた。そして木奈々3連してます。引ければ ダメか。うわ、弱え。
散髪だー。あー、もうきつい。いやー、ステージがいつも通りだー。きつい、相当きつい。裏天に行った台に戻って打ってみようと思います。もしかしたら6かもしれない。さあ6台目ですが、裏天国に途中で上がって当たった台ですね。さあ僕がやめた後はちょろっと回されたみたいですけど、まあ、ほとんどやめた後は手つかずという感じですね。なので、まあ設定いいか悪いかわからないまま今に至るって感じですかね。まあもちろん裏天国に上がって当たったっていうのを知ってれば、その後僕の後を引き継いで打つ人もいたんでしょうが、知らないですからね。履歴だけじゃどうやって当たったかもわかんないし、たまたまリップ4で G ストッパー行って V ゾロして3連チャンでやめたとかっていう風に捉えたのかもしれないし、まあ、そこは判断がつかないんで粘らないというか追わないのも普通かなと思います。どうしたらいいんだろうか。飲まれてしまった。この台を打った方がいいのか、台を変えた方がいいのか全くわからん。ラスト1時間ぐらいですね。ラスト1時間過ぎてなお当たってないというか、持ちコインがなかったらもう終えないっす。久々に現金を使うな。6枚目でございます。さすがに900ゲーム近く回して、通常ゲームを900ゲームぐらい回して表での当たりが1回もないって言ったら、ちょっとね、ちょっと6とかには思えないよねっていうところがあります。もう少し回して高設定の感触を得られなければ、まああの裏天国はたまたまだったと結論付けてやめましょう。ちょっとないかな、この台はなさそうな気がします。ないよね。いやー厳しいですな。ちょっと AT 機何があるか見てみましょう。 AT 機ってないね、なかなかね、限られるね。6号機の猛獣王。あれじゃん、リセットしてますよ。何言ってばいいんですか。そこになんか600っていう台があるけど、打つの？今から600ゲームの台を回すの？間に合うのかな。まあ無理でもないけど、全員が過酷な目に遭うよ。何言っても中途半端なんだよ。あと1時間ぐらいしかないから、毒を食らわば皿までというやつで。そう、自ら地獄に足を踏み出てる。さあ、延べ7台目ですね。角台、609ゲームで空いてました。もうまあもう今日は天井狙いでやろうみたいなことをね、
セット天井狙いに行こうっていうことで始めた以上、やっぱこういうのを見たら打たざるを得ないんですが、もうここまで来たら当たるまでですよ。たとえ天井までね、1500の天井まで行くことになろうとも、手をつけてしまった以上は打ち切るんですけども、正直あの満枚は難しいかもしれないです。これがもし天井まで行ってしまった場合、満枚出たとしても営業時間中に出せないというか、ギリギリ届かないで終わる可能性があります。万枚出すぐらいの流れになったとしてもって言った方がいいのかな。ギリギリ時間が足りず閉店を迎えてしまうかもしれない。9500枚とかでお客さん今日はもう終わりっすって言われる可能性もなきにしもあらずですが、もうここまで来たらね、徹底的にとことんまで行くしかない。てかこれもうちょっと早く、時間的にもうちょっと早く気づけたんじゃねえかなっていう気もするんですよね。あの裏点上がった台にちょっと集中しすぎた、周りが見えてなかったかもしれない。もしかしたらあのちょうどやめたタイミングで僕がここ通りかかったかもしれないけど、まあ、分かりませんが、しんどい。ただ一つ分かってるのはめっちゃしんどいっす。体力的にも金銭的にも。もっとさっき引いたはずなんだけどな、食らってないどころかもうぐいぐいお金が減ってます。やっぱゴッド一発じゃね、それをきっかけにして伸ばさないとどうにもならんね。ボットにそこまでのパワーはないよ、ボット反対では。とりあえず現時点での、トータル3枚数がもう万枚を超えてます、マイナス方面のね。ただこの企画って言ってみればその公営で言ったというところの万馬券を狙ってるようなあの企画なんでね、その硬いところで10倍とかそれぐらいをコンスタントに当てようみたいなやつじゃなくて、100倍200倍を狙っていこうみたいな企画なので、言ってしまえば一撃で取り返せる、あのプラスに3枚数をね持っていけるようなことをしてるから、まあ今のところはいいですよ。今のところはもう甘んじて受け入れといてやりますわ、そのマイナスを、マイナス1万枚を。ただその回数が問題っつうかね、たった5回でいっちゃったっていうのがどうにもこうにも腑に落ちないところではあるけど、だ出るとき1回だからね、1回でひっくり返るから。さあついに7枚目でございます。さん別れたな、今日もいつか帰ってこいよ。顔覚えたんで今の札の、いつか帰ってきたら俺気づくと思う、元気だったかって。お互いに感動の再会を果たすかもしれない。頼む頼む、中段左中段ゴッド頼む頼むよ、お願い。あーこれダメだったパターンじゃん、さっきほらーもうバカにしやがって。でも、ま、絶対許さねえかんな、同じことやったら分かってんだろうな。
ちょっと違う。まあ狙う位置の問題だろうけど。また平行かよ。もう舐めやがって。舐めやがってよ。ソフトに強打してやる。ネバー。木原さんでした。なんかちょっと騒がしいな。木原さんで当たったかな。7が出てる。お、ほら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 。ここで木田さん連で当たったところで、これ当たってると思うんだけど、木田さん連の前兆であれば、当たってないのか。たまたま騒がしくなっただけかな。また切れました。当たった。921ゲーム、600ゲーム過ぎから打ったんで300ゲームぐらいですかね、トータル6万7000円投資、7、3連ケーキです。で、本店長中にまた7、3連したんで、それで乗ったかもしれない。さあ、まぐれの謎の連チャンしてくれるのか。そっか、木田さん連連長中にしてたな。連するわけねえよな。知ってる、知ってるよ。うわ、リプさん、ここで。じゃあリプレイ4連してくれ。お、よし、ここに来て5時28分9分です。聞いたな。聞いてねえよ。てか G ストップ消化する分コイン借りるかな。20枚。正真正銘ラストチャンスな気がします。今回の出ない。よーし、さあさあ、ほら、ここか。7万円です、ジャスト。なるほど、これが全てだったのね。ここからのようです。今日は、今日という一日は、今は全部準備運動だね。準備体操、準備運動。ほら来た。はい。あー、救済措置なんか最初から狙ってねえから、そんなもん。おい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 、よし、これはいただいたと思いたい。平行で揃わねえ、揃わねえ。何なんだ今日、神の雷、さっきからよ。あー、今のは心折るに十分、心折るに十分な一撃だった。お願い、揃ってくれない。あー、きつい。うー、地獄、地獄です。神の雷って何なんだろう、あの演出。
要なのだろうか。神の怒りって好かりまくりですよ。自分もそうだけど、周りでも今日全然当たってないですよ。いやー、 SGG 中だけはなー、スカンしてほしくなかったっすね。あれは完全に心を砕きに来てたもんね。ハートブレイクショット、伊達 AG 以来ですよ、ハートブレイクショットの使い手。超答えた。あれは今日は結構取れるね、引きは悪くない。15枚ここは連チャン、あ、そっか、一応する可能性あるのか。あ、した8分の1、8分の1でお情けもらえてたのか。758枚、これはしょうがない。一回ワンセット出てきただけでもね、ありがたいと思わない。あの流れ、あの展開だと。今もうすぐ6時なんで、正味4時間半ぐらいだと思います。お、いくさん。リップ4、リップ5するかと思った。あれ、これ本源町中もしかして、それともいきなり来るやつか、あのガシャンって。あ、なるほど、ここで当てればまだ望みはあるぞ。あー、揃うかと思った。あー、これはいらない。あー、なんで、姉妹が多いな、おい。あ、押せない。7がいる。2枚、3枚。マジか。7ありで3枚っすよ。何引いたんだろう、俺。いやー、マジこれ止めらんねえよ。ちょっとこれ G ストップ時間かけすぎって僕よく言われるんですけど、これはかけるよ。 S 止めた時点でちょっと発狂だな。うーん、止めらんねえよマジで。外れる可能性ある。
帰ろうか。ようやくまともに喋れるくらいちょっと正気を取り戻しました。あるよな、3枚で外すよ。令和史上最大に暑かったな、本当に現時点では。まあ、暑かっただけで実は結んでませんけど、この動画見た人はもう俺に G ストップの代行を頼まないだろう、第一ね。7ありの鏡3枚であの手たらく中段キナナがまた行きました。ラスト7のグループの時に中段キナナを引いたっていうのはね、ちょっとやっぱ、まあ、今までのこのライターとしてやってきた無駄じゃなかったかなとは思うけど。ちょっと発揮されたかなと思う。培ってきた何かが、目に見えない何かが。ちょっともう無理かな、時間的に。出玉はまあ少しあるんですけども、4時間半9000枚くらいかな、出せて。でもう今多分3400枚ってところなんで、ちょっともう無理かな。さあ、時間とただいま出玉を加味して、いろいろね考えますと、もうちょっと無理ですね。タイムアップとなりました。いやーでもよく戦ったと思う。まあ結果はちょっとね、一回流してお話したいと思います。いやーもう今日は特に心が折れましたね。もう笑顔を忘れたマリモです。まあ、結果ですけどもね、7万円使いました。3500枚で363枚かな流して、3137枚のマイナスでございました。はあ、びっくりだな。すげえ俺今日ちゃんとやったはずなのにちゃんとやったはずだね、こんな負けんすもんね。まあ分かってんすよ、自分でターニングポイントいくつかあった。まずはあれでしょ、あの天井単発で裏手もまあいか、あそんなに活かせなかったってのもあるかな。あとは G ストップからの SGG が、まあ、あれは2連したからまだいい方か。極めつけやっぱあれだね、7入りの G ストップ鏡3枚SS7 まあそりゃ負けるよな。いやーこれで5連敗ですか。トータル3000枚だから今回で1万1000枚弱ぐらいいったんじゃないですかこれで。いやーすげえ負け方してるこの企画。設定位置をずっと打ってたからってこんな負けないよね、びっくりです。次回何と言えばいいのか分かんないけど、なんとかなりますよ、一撃で戻しますから。さあということで今日も長く打ちましたが、あ楽しいこともあったんで飲み込んどきます。じゃあ第6回は何を問おうかな。楽しい実践になることを願っててください。ではさようなら。